はい、酒好きな俺のイーチ動画始めていきたいと思います。今回は、イーチコでホッピーを飲んでみようという、ね。というより、麦焼酎で芋、ホッピーを飲んでみよう。飲んでみた、みたいな、感じです。ね。イーチコプラス、ホッピー。なんかね、動画でね、あったんですよ。うまいと。評判だったんで。イーチコでホッピーを飲むとうまいよっていう動画が、俺と同じ、なんか飲酒動画連盟の人が、動画主が言ってました。ちょっとホッピー、そのままストレートで飲んでみます。うん。うん。あのね。うん。美味しい。やっぱ、ビールテイスト飲料なんだけど、この変な酸味がないんだよな、ホッピーはな。一般的な、ビールテイスト飲料にありがちな酸味がさ、ないんですよね。それがやっぱり、すげえ。で、これ、イチコのね、これ、20度のやつなんですけど、まあ、これ25度のやつなかったっていうか、多分25度の、この、いわゆる、この、ね、カップ酒はないらしいんで、仕方なく、20度で、いきますけど。ね。まあ、どんぐらい入れようかな。やっぱ全部入れちゃうか。全部入れました。で、その人が言うにはね、その動画の人が言うには、イーチコを3対、ホッピーを5らしいです。が一番うまいと。これ 200ml ですけど、ちょっと入れすぎたかな。これ、ホッピーが 330ml なんで、計算するとですね、330÷5 やってかける3だから。あ、でも、ドンピシャです。あ、ほんとぴったりだ。198ml。今、計算したら。イーチコ 200ml。ホッピー1本。これで、完成らしいです。いきまーす。おいや、ちょっと待って。なんということでしょう。あれちょっと、あれじゃねちょっとあれじゃねこのビールジョッキでもこれ無理なの？ホッピージョッキでも無理なの？ホッピージョッキでも。ホッピージョッキでもこれこぼれるパターン。きついなぁ。もっとでかい、やっぱり。ホッピーを注ぐにはやっぱりね、量がでかい。ね、グラスじゃないとダメなんですよ。これでもあれか、ダメか。俺、それ以上のグラスないぞ。まあいいや。乾杯。あ、うまいね。うん。全部入りきると思ったけど、入らないんだ、これ。ホッピー。やっぱり、このホッピーのね、この、ここにね、星マークがあるんですけど、本来ここで止めるべきなんですよ。ちょっと弱めのが好きな人はここで止めて、強めのが好きなのはここで止めるんですよ、普通。焼酎をね。で、一応目印にここに2つ星が書いてあるんですけど。これでもダメか。できることながら、ならね、ホッピーグラスで、ホッピージョッキで飲みたいんですけど。うん。美味しい。あのね、だいたい麦焼酎ってのはやっぱり、麦なんですよ。当然ね。で、ビールも麦なんですよ。ね。麦芽ですから、麦の、
目です。ね。だから、うまい。うん。結論、うまい。あ、確かにこれ、ホッピーとイチコ合うわ。うまいな。確かに。一応、香類焼酎をおすすめしてるんですけど、この、ホッピーはね。うん。で、しかも、ホッピー、焼酎対ホッピーが1対5なんですよ。普通は。これだと薄すぎるんですよね。うん。香類焼酎を1対5程度でね。さすがにきついでしょ。1対5ってことは、50、60ml ぐらい。55ml ぐらいか。このイチコのこの200ですから、これの4分の1ぐらい。そんなじゃダメだろ。あ、でもうまいわ。これは。うん。イチコ割りうまいわ。てか、麦焼酎割りうまいな。うん。さすが下町のナポレオンだ。うん。よし、オッケー、よし、よし、オッケーね。ちょっとあんまりあれですけど、意地汚いと思う人はブラウザバック、ブラウザバック、 I'll be back。 いや、実際そうでしょ。ビールここにこぼしたとして、皆さんどうします？いや、これはあれですよ。いわゆる、あれ。もったいないっていう心が、精神があるかないかの、あれです。もったいない精神があるか、ないか。これです。でもこのホッピーグラス、これ500入らないんだな。いや、入っても500ぐらいなんだな。500ml ぐらい。ちょっと少ないですね。ピッチャーぐらいのレベルじゃないとやっぱダメなのかな。そのホッピーマニアの人もね、でっかいグラス使ってましたけど。これじゃダメなのか。これじゃダメっていうか、そもそもいいチコ入れすぎたんじゃないか。うん。多分俺が思うにいいチコ入れすぎだと思うんだよな。うん。もうぶっちゃけこう半分以上入ってた気がするんだよね。うん。もう見た感じ半分入ってたと思うんだよな。一個入れただけで。てかこれ上げ底になってるからさ、ここ。そこがこう、これぐらいまで上げ底になってるんですよ。だからかな。
でも、その人5対3って言ってたからな。あれ？おかしいな。確か俺が見た あ、これだ。WXMN っていう人です。ニコニコ動画でね、ホッピー通によるホッパー講座だ。っていう。買い物にホッパーの鉄則。この三種の神器、ホッピーに必要な三種の神器をまず、すべて冷やす。ホッパーの鉄則1。三種の神器、括弧ホッピーと焼酎とグラスをよーく冷やしとけ。まあ、これ常識。じゃあ、ここに書いてあるからね。寒冷ホッピー。冷やさないとホッピーをね、美味しくならない。逆に、冷えてないホッピーなんてホッピーじゃない。で、ホッパーの鉄則、基本はイーチコ。らしいです。これうまいな、確かに。イーチコホッピーうまいぞ。むぎっとしてる。むぎむぎって。いい感じに。うん。三種の神器の最後、グラス。で、ストックは、いい感じに冷えてる。これもちょっとポイントがあります。冷えてるじゃん。じゃあ、ホッパーの鉄則いきます。ホッパーの鉄則、それは、グラス。あ、でかいわ。グラス。ピッチャーみたいなの使ってるの、この人。ほとんど。実は、絶対に大きめを使うこと。でっけえ。よー。これぐらいある。高さが。はい。高さがこれぐらいあるか。このビデオカメラの目の前のモニターがね、ちょっと、唾が飛んでる。ホッピーのこの、瓶の高さぐらいある、これ。グラスが。ここにいい例があるんですけどね。これがね、なぜか、後で教えます。グラスは大きめで、冷蔵庫に。しかも、厚底じゃない。これがホッピーと呼ばれるものですね。今いるこれは、色が茶色い瓶なんですけど、いわゆるこれはね、白ホッピーと呼ばれています。まあ、後ほどの黒ホッピーも登場します。あ、これは白ホッピーというらしいです。ね、黒と白に分かれてるらしいですね。で、しかもね、このイーチコね、俺20度使ってるんですけど、これ25度じゃないとダメらしいです。ホッパーの鉄則。これもまた詳しくね、おしろいですけど、白ホッピーというものを鉄則になります。これが一般的にはレギュラータイプです、ね。あ、うまいなぁ。ちなみにホッピーはね、低カロリー。うん。ジョッキを冷やして、めちゃくちゃ効かない。今ぶっちゃけだからね、イーチコはね、標準よりもね、はい、ここでホッパーの鉄則入ります。あれ？イーチコ多めで。3対5、嘘だろ。これ3対5は嘘だと思うな。これ多分この人を酔って多分、意味が分かってないと思うんだ、3対5の意味が。これぐらい入ってるね。多分この人間違ってると思うな。1対2だと思う、俺は。この見た感じ、動画見た感じで言うと、俺さっきこんぐらい入ってたもんね。1個入れたら、もう、こんぐらい入ってたから、もうグラス半分ぐらい入ってたんですよ。見た目。グラス半分ぐらい入ってたから、多分ね。でもこのグラス厚底だからな。
こんぐらい。でも、こんぐらい入ってたんですよね。今の、この液の量が、よくは若干少なめ。で、だいたいグラスの量、半分半分なんですけど、そんぐらい入ったんですよ。多分、後で動画で確認しますけど。このホッピーの、ここの、ホッピーって書いてある、ここの下の線ぐらいで、多分ちょうど半分ぐらい。量的に。うん。この今の、量だな。うん。この量で、今のこの量で、ホッピーっていうののギリギリ、下ぐらい。が、まあ、ちなみにこのホッピーグラス、これ、400円ぐらいで、酒屋で売ってたんで買ったんですけど。これはおすすめですけど、まあでも、まあおすすめですね。だから俺どれぐらい入れればいいのかな ?3 対1でしょ。3対1だから、1、2、3、1で。ああ。ちょうどこれか。この星がね、二つあるんですけど。ここにね。ほら。二つあるでしょ?二つあって、ちょうどこの、次のぐらい。見えないんだけど、ここに星があると仮定して、ここぐらいまで入れれば多分、3対2になるはず。3対2ちゃうわ。3対1か。あ?違う、2対1か。2対1。これが1に対して、焼酎が1に対して、他の空間が2だから。多分、1対2になるはず。うん。多分ね。だから多分このグラスでもなんとかなると思う。これは。3対5ぐらい。多分3対5ってのは、これ嘘だ。だから、いちこはね、標準よりもない。この人多分、よく、計算が分かってない。多分、頭が悪い。簡単に言うと。グラスは絶対ダメ。だってもう。3対5。だってここでしょ?ちょっと待って。動画で確認するけど。まあ、これまた詳しくね、まあ、教えるんですけど、白っぽいさの基本は、あ、書いてありますね、これね。いい秘訣。どうやった方がいいの?うん。1。ああ、やっぱ3対、違う、1対2で合ってるわ。ああ、やっぱこの人おかしいんだ。うん。3対5はちょっとおかしい。せめて3対2ぐらい。違う、3対5じゃ5対3か。俺もよく言ってることがわけわからなくなってきた。この人のおすすめは5対3なんですよ。ホッピーが5に対し、焼酎が3なんですよね。これはさすがに無理。もう動画で確認する限りで言うと、これはどう見ても、1対2ですね。だから、多分この人は5対3とかわけわからんこと言ってるけど、せいぜい5対2です。せいぜい、俺が、考えてみても、5対2です。うん。少なくとも、うん。そんなに入ってないです。見た目。この動画で、動画の見た感じで言うと。3対5ぐらい。多分この人。1個はね、標準よりもね、はい。ここでホッパーの鉄則入ります。うん、多分この人頭がおかしい。多分せいぜい2対5です。うん。うん。この人ちょっと頭がおかしい。うん。ね。まあぜひ。まあ、興味ある人はね、見てみてください。
やべえな、うめえな、イチコのホッピー割り。いや、これうまいと思う、確かに。うん。俺びっくりした。うまい。うん。ホッピーの、うん。味がね、引き立ってる。なんか、引き立ってるんじゃなくて、なんか、イチコ自体ホッピーの味みたいな感じだから、まあ、なんていうのかな。あのね、結構似たもの同士なんですよね、結局。ホッピーは、麦芽でしょ？ホップでしょ？だから麦なんですよ。小麦なんですよ。大麦なんですよ。あれ？麦芽ってこれ、大麦なのか小麦なのかちょっとわかんないですけど。まあ、麦なんですよ。いわゆるビールですから。ビールテイスト飲料ですからね。うん。で、麦焼酎の、イチコも麦焼酎なわけで、うん。うん。でね、いわゆるコクがね、なんか、後味がね、あーって、すげえビールの、のとはまた違う。この濃厚さっていうか、麦の濃厚さっていうかね、この生ビールとはまた一味違う。麦焼酎ならではの。うん。ならではの、まあ、味わいっていうのかな。すごいよくわかんないけど。そして安定の。そして安定の僕ちんの大好きな。はい、ここで、CM を流します。古食美学のバナナチップ。美味しいよということで。ね、古食美学。これはまあ値段100円です。今、税込み108円ですね。これがうまいんですよ。で、ここに書いてあるんですけど。理由あって人気です。じゃなくて、訳あって人気なんですよ、これ。ここにね、振り仮名が書いてあるんですけど、これ、わけと書いてあります。わけあって人気なんですよ。これ、このバナナチップがね、本当に美味しい。え、何これってぐらいうまいんですよ。これ。しかもね、量が 133g 入ってるんですよ。うん。で、しかも原産国名がフィリピンなんですよ。安定の中国じゃないんですよ。フィリピンなんですよ。フィリピンといえばバナナ。うん。ね。この古食美学のバナナチップ、マジうまいです。俺ほんとこれ、やばいほどリピーターだから。古食美学は。ほんと買ってみてっていうか、もう売ってるかどうかわからんけど、俺の近くの、まあ俺のよく行くスーパーだと、まあ間違いなく売ってるんですけど。このね、バナナチップがね、すっごい。なんていうかな。サクサクっていうか、シャクシャクするんだよね。うん。
サクサクでもなく、シャリシャリでもなく、サクサクするんだよね。うん。あ？いや、マジ。違う。シャクシャクするんですよ。サクサクじゃなくて、シャクシャクでもなく、は、待てよ。まあいいや。うん。とりあえずこのね、うまい。うまい。なんか噛んだ時に、このバナナチップがね、粉々に砕けるんですよ。うん。そしてこのバナナの香りが、またパネんですよ。パネ。そして、うん。たまに外れのやつがあるんですけど、ものくそ硬いのがあるんですけど、まあ、そこはご愛嬌として、基本的に、パリッパリッっていう、まあ、いわゆるチップ、ポテトチップスみたいな、じゃなくって、シャリシャリじゃねえ、シャクシャクって、うん。いわゆる噛んだ時に粉々に砕けるんですよ。パリパリするんじゃなくて、割れるんじゃなくて、これを噛んだ時に粉々に砕けるんですよね。うん。奥歯で噛んだ時に、粉々に砕けるんですよ。うん。そしてものすごい、この、芳醇なバナナの香り。はーって、幸せになる。うん。本当に嘘だと思ったの。買ってみ。売ってるか知らんけど。これうまいよ。すごい。チップスなのに粉々に砕けるんですよ。口の中で。なんか微分子レベルに粉砕するんですよ。自然と。噛んでいくと。ポテトチップスではこうはいかん。うん。違うん。やっぱある程度厚さがあるからこそ、噛んだ時に、こうシャクシャクって、シャクシャクっていう音がするんです。うん。これはすごい、美味しい。うん。相性ぴったりのココナッツオイルで、二度フライしてます。ので、クリスピーな食感がお楽しみいただけます。って書いてあるんですけど、多分このクリスピーなんだろうな。二回フライしてるからやっぱり、結構、高温で二回揚がってるってことは。結局のところどういうことだ。まあ、いわゆる普通のバナナチップってめっちゃ硬いんですよ。うん。噛んでもね、なかなか割れなくて、なんかそういうのあるでしょ。バナナチップってさ。ほんと硬くてなんか水飴のさ、水飴みたいなのがさ、コーティングされててさ、硬くてさ、ね？そういうのあるでしょ。これはね、たまーにあるけど、うん、たまにある、うん、確かに。
5枚に1個ぐらいはあるんだけど、基本的にはない。うん。基本的にシャクシャクする。噛んだ時の力があんまりいらなくて、シャクシャクって砕けるんだよ。うん。うん。これ美味しい。うん。うん。ああ、でもホッピーうまいな。ああ、ということでね、皆さんに言っときたいのは、とりあえず、うん、ホッピーと焼酎の割合はね、ホッピーが2に対して焼酎が1です。間違いない。これぐらいがちょうどいいと思う、俺は。それぐらいがやっぱりちょうど炭酸がね生きてくる。ホッピーの量が少なすぎるとね、炭酸のね刺激もあんまり感じられなくなっちゃうんで、やっぱそこは、うん、1対2ぐらいがちょうどいいと思います。うん。でも、ホッピーのね、いいチコ割りうまかったです。ここはぜひ皆さんもね、お試しください。うん。まあ、でも手軽に買えるんで、いちこ。まあ、ちょっと値段高いけど、まあ、二階堂とかね。でも全然美味しいと思いますね。うん。まあ、に、うん。まあ、普通に20度のやつでも全然、美味しく飲めたんでね。まあ、できれば25度で飲みたかったんですけど。うん。まあ、ぜひね、皆さんも飲んでみてください。ということで。イチコのホッピー割り。うわ、5つ星で。ね。ホッパー、俺もホッパーになったぞ。ホッピーの飲み方をマスターしたぞみたいな感じです。それではご視聴ありがとうございました。